はいどうも皆さんおはようございます。こんにちはこんばんは。クシャトリラフェンリルです。さあ本日なんですが、ネオニューブラックマジシャンデッキを作ってきたのでご紹介をしていきたいというふうに思っておりまして、あのブラックマジシャンデッキってまあ皆さんどういうデッキかご存知ですか。レベル7、攻撃力が2500-2100で、まあカードを除外するのが得意。レベル7、攻撃力2500-2100、カードを除外するのが得意。これ実質ブラックマジシャンじゃね、これこれブラックマジシャンなんですよ、これ。はい、これブラックマジシャンなんです。というわけで相性めちゃくちゃいいんで、組んできました。クショトリラーユニコーンが魔法カードを1枚手札に加えるっていう効果ありまして、これあのバースっていうカード基本的には加えることになるんですけども、バースがねレベル7を、召喚する場合リリースなくすことができるということで、まあ、ブラックマジシャンポン出してるんですね。なんで手札に引いてしまったなんかあのザコブラマジを普通にそのポンって出せるから、まあ、バースがそもそも相性いいっていうのと、あと、フェンリルの場合、フェンリルはクショトリラモンスターサーチできるんですけども、ライズハートサーチできて、でライズハートがレベル7になって特殊召喚できるじゃないですか、基本的には。なんで、召喚権を使わずにランク7ができるんですね。そうすると召喚権を使わずにブラックマジシャン出せるんですよ。弱いわけないよね、これ。弱いわけない、これ。というわけで、まあ、フェンリルもユニコーンも実質初動カードとして数えられる。まあ、フェンリル1枚だじゃない、ちょっと初動カードなんだけど、今は。まあ、あのパーピア作ればいけるけどね。なんで、この辺のカードはとてもレベル7、レベルランク7のモンスターと相性がいいということで、まあ、ブラックマジシャンデッキの中に、このギミックをぶち込んで、実質こいつをブラックマジシャンとして使っていきたいというふうに思ってます。はい。そこそこ強くなりました、ブラックマジシャンデッキ。こいつのおかげで、やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。フェンリル、ちょっとやる気出しすぎだね。フィンリル、やる気出しすぎ、笑った。2枚はきすぎ。純制限なんだけど、一応純制限なんだけどな。まあいっか。クシャトリライズハート持ってくる。でまあこれロットがですね、ロット召喚効果2。ちなみにね、クシャトリアはねレベル7体なんでね、かなりブラックマジシャンと相性がいいです、非常にね。まあこれは未来の俺がきっとデッキ解説パートのところで散々パラ喋ってることでしょう。で黒の魔導陣を発動していく。シモベアンの強いな、すでに。これすべきが強いんですよね、大体ブラックマジシャンっていうのは。サーチしないといけないんで、いろいろね、コンボデッキじゃないですか。だからね、すべきが普通に強いです。すべきしてると違うところにサーチ回せるんで。これどうしよっかな。これはね、絆で、まあ、ブラックマジシャンは出せるんですよ、これ。ブラックマジシャンがどうやって出てくるのかっていうね、話があるんですけども、今から皆さんにね、お見せしますから。新たなブラックマジシャンの出し方っていうのをね、あのどう考えても、それもったいなくねみたいな出し方しますからね。こうしてで、ライズハート効果発動して、まあ、とりあえず適当にユニ効果が除外してるじゃないですか。で、レベルが、7になりますと、で、ランク7で、まあ、普通はね、まあ、シャングルリアとかディアブロシス行くと思うんですよ、皆さん。違います。こっから幻想の車同士を出しまして。これこのレベルなら2体で出すモンスターじゃないって言うんですけど、幻想の車同士特殊召喚。これでクシャトリラがデッキ、クシャトリラが盤面からいなかったから、これ実質ブラックマジシャンデッキ。これはクシャトリラがいなかったので、これ紛れもないブラックマジシャンデッキですね。紛れもない、足もみ後でいいな。紛れもないブラックマジシャンデッキでしょ、これ。で、指定への絆発動で、ブラックマジシャンガール特殊はガルトーで、しもべ効果でカードを2枚ドロー。うおー、あー、悪くはない。ロットリリースだけしよっか。ちょっと融合もできないんですけどね。まあ一応セットは絶対するとして、ロットはちょっと墓地から蘇ってくる効果ありまして、魔法カードを使うとね。ちょっとその効果使いたい説はあるんで、なんかライズとかパーピアス使うと、あのエクシンシマについちゃうんですよね。だから融合が、効果発動できないんですよね。これがちょっとね、若干惜しいところではありますが、まあロットをちょっと墓地落ちてた方が多分これ回収のターンで回収できるんで、まあ、多分ね強いと思うんで、まあロットを墓地に送っておくことをおすすめしたい。クシャトリはフェンリルがドラゴン族だったのに分かったんだけどな。そしたら融合さんに使ってもいいな。クシャトリはフェンリル、お前今から種族ドラゴン族にならないか。あ、竜の霊廟、なるほど。なんだろうこれ、ドラゴンリンクかな。ドラゴンリンク DL です、デッキですかね。これね、優勝コーチ、あ、青眼だ、ブルーアイズだ。まあ、ブルーアイズ入ってるドラゴンリンク型とかかもしれないけど、
ブルーアイズデッキじゃん。あ、マジでブルーアイズデッキじゃん。カイバー、相手にとって不足はないぜカイバー、かかってこいカイバー。てて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 、強くね。お前ハンド強えな。愚かな埋葬。なるほど、これ先行渡してたら終わったな。これ普通によかった、俺が先行で。太鼓の白石いいだろう。まあ、太鼓の白石は裏ライジまで止まるんでね、まあ、関係ないですね。さあどうする、モンスター前に出てくるか、太鼓の青木の剣召喚とか来るか。青木の剣召喚、オルタナと特殊召喚みたいな。まあそした瞬間にぶち込むしかないんだけど、ブラックマジックバーニングを、ブラックバーニングマジックだっけ。でエフェクトベラ持ってくる。なるほど、いいでしょう。エフェクトベラ持ってくる。ねこれはね、ブルーアイズが出てきた。あでもジェットドラゴンめんどくせえ。ジェットドラゴンありえんめんどいんだけど、どうしよっかな。ジェットドラゴンとかいう激モカード、そこだけが問題だわ。あー一体でリンクリボーか。ってことはシンクロはされないってことか。オルタナティブとか引いてないな。じゃあ自爆特攻でも締める感じかな。これリンクリボーはね、特攻してジェット出してみたいな動きでいけばね。ああそれしてくる感じだなこれ多分な。いいだろう。まあまあそのぐらいは全然で、ジェット特集いいよ。あいつはフィールドのジェット以外のカードを破壊から守るという効果もついててめっちゃうざい。あいつはなんとかジンで除外しなければならない。あそれもうそれか。それまあそれはいいよ。それはいい、いいだろう、いいだろう。でバウンス入ります。いやーこれーちょっと何が何ブラックマジック。あそれそれそれバウンスすんの。それ殴ったら普通に死ぬけど。よかった、なんか耐えたわ。ブラックマジックガールバウンスとかが一番きつかったかな。まあ、とりあえず一回太鼓の白石とかいう激キモカードは一回うららする。なんかわかんないけどカイバーお前さてはジェットドラゴン使うの初めてだろなんかブルーアイズ、ブルーアイズジェットドラゴンの効果あんま知らねえやつだなこれ。たつさては、まあ融合召喚って言ってみるか。融合召喚してブラックマジシャンが出てくると、相手のジェットドラゴンをもしかしたら処理することができてしまうかもしれないので、これはエフェクトベーラー打つしかないんじゃないですか。あーオッケー、エフェクトベーラー打っていく、いいでしょう。エフェクティングベーラー打っていく、まあ、関係ない。でですね、どうしましょうかね。ブラックマジシャンも、いやロットでいいか。イリュージョンオブカオス発動、イリュージョンオブカオスで、ロット持ってきて戻していいな。クシャトリナフェンリでちょっともういらないわ。お前今何にも役立たないからどっか行け。ありがとうな、先ほど役に立ったよ。元素のクロムロシになってくれてありがとう。でマジシャンズロットを召喚して効果そう、まあ、ロットで持ってくるものは当たり前にしもべなんですよ絶対にね。ブラックマジシャンとブラックマジシャンガールがいるときにはしもべ以外持ってきてはいけない。でしもべ効果、さあデッキトップにブラックマジシャン系のカードを置いて、まあ、もちろんここはもうクロマジの秘技でしょ。当たり前だな、クラッカーだよこれ。こちらに儀式でも融合でもどっちもできるよっていう速攻法なんですよね。でしもべの効果そう、カードをさらに2枚だろう。うわーパパーン、なるほど。行くぜカイバー、覚悟はできてるか。このカードの効果によりブラックマジシャン含むモンスターを融合できる。融合召喚条件はブラックマジシャンプラスカオス儀式モンスター。俺のデッキの切り札の魂を受け継ぎし最強の戦士、超魔導戦士マスターオブカオス融合召喚。超魔導戦士マスターオブカオスが融合召喚に成功した場合、自分の墓地より闇属性または光属性モンスターを特殊召喚、現れろブラックマジシャン。ブラックマジシャンが特殊召喚に成功した場合、クロノの陣の効果発動、相手のブルーアイズジェットドラゴンをゲームから除外、バトルベース行くぜ会話。ブラックバーニング、マスターオブマジック、ブラックマジック最高にかっこいいぜこのデッキは。カイバーいいデルだったぜ。よし、最強のブラックマジャーモンスター
ブラックマジシャンフェネルを特殊召喚まあ正直ちなみにこのデッキはユニコーンからの方が多分強いですけどね。ブラックマジシャン通称ができるんで多分どっちかというとね。まあでもまあでもさすがにでもあれかエクシス召喚縛りついていいんだったらフェネルの方が強いか。いやこれトップ置いた方がいいよな。トップ置いた方が良さそうです。あーでも結局あんま関係ないかこれ。結局関係ない説あるけどまあ一応置くか。まあ、サーチはした方がいいね。でこれブラックマジシャンが絶対に呼んでこれるからまあさすがにサレベーションな気がするな。まあ相手ターン1枚除外は一応飛ばせますね。これでこれ全部っぱ構えるかまあサレベーション系のカード構えるかって感じなんだけど、まあ、とりあえずサレベーションを発動してさあサレベーションの効果を発動。デッキから永遠の魂をセット。そしてクシャトリラ ライズハート。いやこれライズハートの方があのフェネルの方がいいね。衝動として使えるわこれ。レベル7みたいになるから、うん、フェネルの方が強いわこのデッキは。まあ、ユニコーンからのねパーピアスができるんだったらね多分あのユニコーンの方が圧倒的強いけどね、うん、パーピアスとかパライゾス来たらだいぶブラックマジシャンデッキ多分あのクシャトリアにデッキパーツ吸収されそう、まあ、とりあえずこれディアブロシスで相手のエクストデッキ見ますか。さあ相手の草デッキをひたすらにぶち抜いていく。これシャングリラでもいいですこれね。ここシャングリラにしてまあ相手のターンにユニコーン出したりとかっていう動きもできますね。ああ、いや虫野郎じゃんこの虫野郎。インセクター墓じゃないか。令和のインセクター墓デッキ VS 令和の、闇遊戯デッキといったところ、まあ、とりあえず1枚しか入ってないピコバレナ抜くぜ。さあ電脳銃ディアブロシスの効果によって相手のデッキをすでにもう7枚のカードを除外されているぜ。コーラでかい。そして一応うららとかいう最強カードと一応1枚除外フリチェアーリアーツなんですね。相変わらず妨害は大したことないけど。さあ、あやばい、ちょっとニードル強ない。ニードルは強いな。まあ、でも言うて盤面に妨害ないしな。こっち後ろだからな妨害は。さあ連撃のツインボーいいだろう。連撃のツインボーの効果によって昆虫族がいる場合特殊召喚この効果が発動するとデッキから、昆虫縛りがつくぜ。この虫野郎アームホーンここ永遠の魂の効果。これが俺のキルハウにして最強のしもべ。あらあらブラックマジシャン特殊召喚成功時黒の魔導陣の効果発動。相手のフィードのカードを1枚ゲームから除外する。最強はアームの方は追加召喚効果を持っているため放っておくとやばいのでさっさと除外した方がいい。何？うわあ！誰？ベアグラムだと。やべえ普通に強い。こいつは昆虫以外ぶっ爆破する。でブラックマジシャンは家の魂があるから爆破されないと。さあなかなかやるじゃねえか虫野郎。ドロー。あ、最強カード来た。あ、最強カード来ちゃった。あまりに最強カード来てしまった。なるほど。では、マジシャンズロットを召喚。マジシャンズロットの効果を発動。マジシャンズロットの効果により、除去するため、アタッカー用意したいから、絆かな。絆だな。そして、エの魂の効果。自分の墓地より蘇れ。ブラックマジシャン。そして黒の魔導陣の効果発動。黒の魔導陣の効果により相手のベアグラムをゲームから除外していく。さらに指定の絆を発動。指定の絆の効果によりブラックマジシャンガールを特殊召喚し必殺技系カードをデッキからセットできる。ブラックバーニングマジックをセット。そして自分の墓地に存在する魂のしもべの効果発動。このカードをゲームから除外し、カードを2枚ドロー。うわーぽえー、え最強カード来た。あ、最強。あ、最強。クシャトリラユニコーンを、除外層から特殊召喚。これが、シッ、ブラマジデッキ。全然関係ないやつだけど一
全然かっけえないやついるけど、俺がネオにブラックマジャーデッキのパワーでいけ、ブラックパーニング、杖でパーンチ、ブラックマジック、うおードロー、モンスターカード、ドロー、モンスターカード、やめて、ユキハガのライフはもうゼロよ。うわー、先行だったらそこそこ強そう、これロッ、これ先行くれよ、こういう時先行くんねえか、マジで。うわー、出たー、ジェネレイトだー、ジェネレイトマジでさ、なんか普通強いよな、このデッキクソ強いと思ってたんだよな、前段のなデッキの中でね、まあ、ちょっと診断で今クシャトリラーでワイワイしてるからさあれだけどさ、このデッキ多分、うわやばい、ちょ帯同はやばいって、あかんってそれは、ちょこれ書いてることおかしいって、レベル級2体はダメだって強すぎるって、これイカレメレオロジックアグリゲーター、かっけ、召喚ムービーあったのそいつ知らんかった、あ、そうなの、これなんかヌトス落とすやじゃないの、これエクストラデッキからモンスター面白い、そうだね、愚かな重装してなんかそらいの数まで自分の墓地のモンスターを素材として対象の数だけ、ああはいはい、なるほどね、はい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 、だからなんか入れ替えるってことか、素材を墓地、墓地を食ったやつを入れることができるみたいな感じなのね、はいはい、やばいカード送られてるけど、ヒロイックチャンピオンロンゴミアント、ゴミカード送られてる、なんだこの、なんか意味のわからない、意味のわからない展開力なんだこれ、やばすぎる、展開力やばすぎで、自分の手の持ちからバラ以外のジェネレート特殊召喚できる、やばすんぎ、やばすんぎ、レベル、くそ、ネオタキオン、ネオタキオン聖騎召喚終わった、カオスエクシーズ、何、希望をバリアン、出たー、バリアン6個目だ、決めインチキ6個目だ、インチキ6個目コンボだ、すごい、そんなことできるんですね、知らんかった、ジェネレイドマジ可能性の塊やん、可能性の獣、対戦ありがとうございました。